皆さん、こんにちは。ジャズギタリストの高面のぶきです。いつも YouTube の動画をご覧いただき、どうもありがとうございます。えー、実はですね、7月末に日本ツアーを終えて、今、現在、タイのバンコクに来ています。 日本ツアーはですね、ほぼ全会場ソールドアウトで会場に本当にたくさんの方にお越しいただき、本当にどうもありがとうございました。すごく盛り上がったんですけども、そのツアーを終えてですね、今度は今現在このタイのバンコクで1週間ちょっとのですね、ツアーをしています。今日が中日ということで、休みなので僕の友人と一緒にですね、アユタヤの遺跡の方に行ってこうと思ってるんですけども、ちょっと話が揃ってしまったんですが、今日は 僕の YouTube チャンネルについて重要なお知らせを一つと、あとですね、この夏のスペシャルイベントについてのお知らせを一つ紹介したいと思います。まず、はじめなんですけども、一つ目は僕の YouTube チャンネルについての重要なお知らせです。今年の3月に僕のフィンガーボードビジュアリゼーションという本が出ました。 で、この、えー、進行ミュージックから出た本なんですけども、おかげさまで、本当にですね、えー、大反響をいただいて、今もですね、セールスが伸び続けてるんですけども、えー、そのことを反映して、えー、これからですね、えー、ツアーを終えて、ニューヨークに戻ってから、えー、この、シバンハークをやった後、フィンガーボードビジュアリゼーションの後に、えー、皆さんにぜひともやっていただきたいことということで、えー、続編のシリーズを始めたいと思っています。 えですので、あの、もうすでにですね、指板把握ができて、次に何を練習したいかなという方、えー、もちろん、あとはですね、えー、こうギターを弾き続けてるんだけど、伸び悩みしていて、何を次に練習したらいいかという方にもですね、おすすめの内容で、えー、しっかり一つずつですね、こうステップアップできるように体系づけて、えー、あのシリーズを組んでいこうと思っていますので、皆さん、お楽しみに。 そして、この夏のスペシャルイベント、もう一つニュースなんですけども、これから僕はタイでですね、タイの有名な音楽大学で教えたり、あとはですね、コンサートあといくつかやったら日本に戻るんですけども、日本に戻ってから8月9日、これはですね、金曜日だと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね、確認します。そうですね、金曜日、渋谷の ボディーソウル、えー、素晴らしい老舗のお店なんですけども、えー、そこで素晴らしいギタリスト、井上聡さん、そしてニューヨークから中井務さん、そして、まあ、ニューヨークから、えー、僕という3人の、えー、ギタリストと、えー、あとですね、日本で活躍する、えー、パッド・グリーンというベーシスト、そして あと、僕の、えー、バークリー時代の同級生でもある、えー、デニス・フレーゼという素晴らしいリズムセクションと一緒にですね、えー、ギターナイトということで演奏します。 実は僕はタイツアーが終わったらそのまま日本に戻ってからすぐにニューヨークに戻ろうと思ってたんですけども中井さんにこのコンサートのことについて声をかけていただいた時にですねもうこんな素晴らしい機会はないと思いもうフライトもずらしてですね今回のこの8月9日のスペシャルライブのために日本に滞在することに決めたんですけども1日延ばすことに決めたんですけどもこのライブ僕自身もまだあの中井さんの企画してくださった中井さん からまだ、えー、どういう内容の、えー、コンサートになるかということも聞いてなくて、どういう編成になるかとかもですね、聞いてないので、えー、当日会場に行ってみるまで何が起こるかわからないという、すごく、えー、ドキドキ、ちょっとハラハラ、反面あとですね、本当に楽しみな感じなんですけども、皆さんもで,もですね、ぜひこの、えー、機会に、ぜひとも、えー、この渋谷ボディアンソロにお越しいただけたらなと思います。えー、ちなみにですね、もうあの、えー、なあの、 井上さんのことも、中井さんのことも皆さん、えー、ご存知かもしれないんですけども、えー、簡単に説明しておくとですね、えー、井上聡さんは20年以上ニューヨークで、えー、大活躍されて、えー、例えばジムホールとか、あとはですね、ニュースクールでも教鞭をとってらっしゃって、本当にですね、あの、日本の音楽界、ニューヨークの音楽界に多大な影響を与えた素晴らしい、えー、ジャズギタリストです。今現在はですね、東京を中心にもう本当に世界各国を飛び回っている素晴らしいギタリスト、あの、ギタリストで僕も本当にですね、尊敬する大先輩です。 そして、中井さんは、中井勤さんはですね、僕が2004年にニューヨークに出た時からの知り合いで、共通の友人を介して出会ったんですけども、それ以来本当に断るごとにいろいろと話をしてくださって、この貴重なアドバイスも、えー、あのくださったりとか、本当にですね、もう頼りになる大先輩という感じで、あのもうニューヨークでもう長年活躍されている素晴らしいギタリストです。アルバムもね、えー、あの、この、 お二人出されているので概要欄の方に入れとこうと思いますがこの二人と高めんの僕がですね3ギターで共演あとそこにリズムセクションが入るので僕の思っているところで言うと例えば僕がギタートリオで出演してギターベースドラムそして中井さんもそんな感じ井上さんもそんな感じで多分出演されてそれから2ギターとリズムセクションとかあとは3ギターとリズムセクションあとは多分ギターデュオなんかもねあるんじゃないかなと思ってるんですけどもすごくスペシャルな シャルの夜になると思いますので8月9日もしですね東京近辺関東にお住まいの方はぜひぜひ、えー、ご予約をして、えー、僕たち3人のギタリストそして素晴らしいリズムセクションに会いに来ていただけたらなと思います今回の動画は以上です今回はこうして、えー、僕の youtube に関する、えー、重要なお知らせが一つそして、えー、今年の夏の、えー、日本でのスペシャルライブについてのお知らせをしました ライブの詳細、そして、えー、この、今回演奏するメンバーの詳細は、えー、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。